はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り、気温は27度、水温は25度でした。石垣島の西側、小岩崎、屋良部エリアで遊んできました。今日はちょっと風が強かったので、船上は少し肌寒く感じました。お、ここに魚が隠れているの分かるでしょうか。ライトが当たってる部分です。岩にしか見えないんですけど、これ鬼だるまおこぜという猛毒を持つ魚です。岩と間違えてこの魚にうっかり手をついてしまうと大変なことになります。注意しましょう。小岩崎エリアといえば青ウミガメがたくさん生息しています。というか石垣島周辺は青ウミガメが非常にたくさんいます。10年前まではそんなことなかったんですが、今はダイバーを見ても逃げなかったり、逆にダイバーに寄ってくるカメもいます。これからもフレンドリーなカメが増えてくれると嬉しいですね。そしてここ数日サンゴの大規模な産卵があったので、水面付近にはたくさん卵が流れてきていました。いろんな魚たちがこの卵を求めて急走でかくついています。サンゴの卵って美味しいんでしょうかね。まあ人間も卵大好きですからね。まあ僕は卵アレルギーなので全然意味わかんないんですけど、あ、でも魚卵は大好きです。どうでもいいですね。では今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。